はい、えー、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼さないでございます。大学教員のための就活指導支援講座ということなんですが、この講座の趣旨につきましては、えー、初回の動画、カグルについてお話しした動画の冒頭をご覧ください。YouTube で公開中のプレビュー版での冒頭にも収録されております。 えー、このシリーズの動画のリンク一覧は、この動画の概要欄、説明欄からアクセス可能ですので、ぜひアクセスしてみてください。さて、本日は、えー、国家資格情報処理安全確保支援士というテーマでお話をさせていただきます。えー、と、前回ですね、あの、IT に少しだけ詳しくて、社に構えている扱いづらい系男子学生を叩き、 たた、たたき潰しちゃいけない。え、たきつけるには、ホワイトハッカーがおすすめですというお話をさせていただいたんですが。 そうですね。で、その動画の中でですね、えっ、ー、と、情報処理安全確保支援士という資格がありますよという形でご紹介させていただいたんですが、まあ、その資格についてもうちょっと、あの、追加でお話を、えっ、ー、と、加えさせていただこうかなと思って、今お話をしております。今回のね、ホワイトハッカーの、あのーえー、お話と合わせて、あの、参考にしていただければと思っております。セカンダリーでは学生さんの就活を応援できる大学教員でありたいと考える、えー、先生方を応援しております。